水子貝塚公園水子貝塚一途水子貝塚は埼玉県富士見市にある貝塚及び環状集落の遺跡。国の史跡に指定されており、水子貝塚公園として整備されている。武蔵野大地の新河岸川沿いの園に位置する縄文時代前期の遺跡である。1894年10月25日に安倍忠公によって発見され、1917年の 安倍達夫による報告、1937年の酒詰め、中男による再発見、及び和田誠一等による数回の調査の後、学術上価値が高く状態が良好として1969年9月9日に国の史跡に指定された。出土した土器の一部は江坂照屋によって水越き土器と提唱された。大規模な環状の貝塚と集落跡があり、 これを再現する形で全体が整備された歴史公園で縄文触れ合い広場水子貝塚公園として1994年に開園した。園内には地表に白い陶片を用いて貝塚の規模や分布がわかるように表示されており、中央に大きな芝生広場を設け、五棟の縦穴式住居が復元されている。一部は内部が公開されており、そこに 縄文人の生活の様子が展示されている。公園周囲には全長582メートルの遊歩道と発掘調査で出土した植物の種などを元にして縄文の森を復元した。園内南側に木製の展望台があり再現された縄文の村の様子を一望できる。また、園内の一角に水子貝塚から出土した土器などの考古資料を展示した。 展示館と富士見市内のその他の遺跡から出土した考古資料を収めた資料館が設けられている。秋には園内で縄文の森コンサートと称したコンサートも催される。ありがとうございます。